の上がってくる馬場、馬場がヒールで前を向く金子拓郎、ここは股を通す、後ろに下げて浅野のシュート、最後これ浅野選手のシュートは川崎の選手に当たってはいなかったんですかね。判定はゴールキックです。ただそしてちょっと心配なことが今ピッチ